嘘。はい。この剣にずそして踏んでる俺。うっす、絶望。イレナ。霊長って、なんで、そんな残酷なことが、おめえのせいだよ。よーみんな、元気かい？寒くなってきた日々も。ああ、なんだなんだなんだ。ちょっと開始直後にさ、こういうのがいるとすげえあれなんだよね。ということで行こうか。あ、夜の危険？あれ？あ、なんか増えてる、増えてる、増えてる、増えてるというか、いたのかよ、おめえ。ああ、ちょっと待って。お前、ダメ。ちょっと、開始数秒でまさかの、あれどこ行った？ああ、飛んでますー。元気よく飛んでるようねー。さあ、ああ、危ねえ。行く、行っちゃおう。ああ、そっちかよ。お前うめえな、俺の攻撃分かってんじゃねえか。うりゃー、痛い、出血ありきかよ。マジか、出血大サービスか。ランタンで照らしてあげましょう。うりゃー、うりゃー、オッケー。で、なんかどこ行った。逃げる。てか、こんな祝福の目の前にいるとは思わなかった。くんぬら、避けるのがお上手ですね。はい、シールド21で行こうか。もうこのネタばっかりだもんな。最近は日の丸相撲にハマっております。うい、残念。まあ、ひらめ。オッケー、半分いったね。どうした。ブンブンしてるな。そろそろ、お馬ちゃんもピンチじゃねえか。エポーナじゃないもんね。ひひ。よし。よいしょー。よいしょ。あ、ちょ、外した。肝心の時に外すな。オッケー、夜の騎兵。お前の騎乗位じゃ俺をやっつけることはできねえな。鉄壁の盾いらねえ。フリー、夜のフリールぶん回すってか、チンコプターってやつやな。で、そんなのはいいんですけど、これを飛んで、違う、俺のやりたかったボスはこいつじゃなかったんだよ。なんかね、こっちの方で合ってんのかな。おお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 お、飛びすぎ、ランダムそれはランデブーで、なんかこっちの方にもなんかね、怪しい洞穴があるっていうふうにお伺いをしているんですが、えっ、青うんって言った、青うんってどういうこと。狼が欲しくて、狼くだらないです。オルティスの魔術師とはいいんだけど、でも入る手段なかっぺだよね。でね、どこの方だったかな、こっちの方だったかな、なんかこっちの方に、一応アルダッペって言ってるダッペ、オプチチブっていうやつ、なんで急に埼玉県。なんか、これはなんだ、おお、聖光学院のや、かけらですね。いいですね。賢くなれるよ、みんな。大阪の私学でもトップクラスに賢い学校だからね。昔そこ出身で阪大に行ったっていう先輩がいたわ。会社の方だけどね。そう、だからさ、俺さ、バクン大出身だからさ、ほんとバカしかいなかったんだけどさ、そこ出身の人らってさ、とさ、阪大が一緒に働けるって、社会人ってすげえ、なんで飲んだ？ああ、まあ、ワンワン王が減ってたからいいか。で、ここで一応ロストリバーデルタしといて、インディ・ジョーンズで、キャーあれ狂ってる、ちょいろちょいろちょい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 ちょ、休むか。まあ、休んだところであんま意味がないんだけどね。で、ここに行って、もう、ん？ちょっと待ってね。どこに行けばいいんだ？こっちの方か。こっちだな。で、ピー、なんだ？なんか儀式始めてる。はい、儀式の煮えとなるがいい。儀式ってそういうもんだろう。完全にバカにしてるよな。全然バカにしてないんだけどね。ほら、いろんな部族のさ、なんかさ、ほら、宗教とかさ、なんか儀式とかそういうのっていうのはさ、やっぱ、こう、それぞれの、なんか趣味思考っていうところがあるじゃないですか。だから、ね、ほにょほにょ言ったって仕方がないんですけど、なんだ？生きてますか？今日も元気に死んでも、ああ、ありがとう。効率は必要だな。で、行き過ぎた？行き過ぎ。なな、納豆、ネバネバしててごめん。
導き、この下に、あこのこのなり損ないのドラゴンフライが、どういうことだ、なり損ないのドラゴンフライってセミ丸、ちょっと待って、ちょどこ行ったよね、どこや、ほんでさっきの地図が開きたいのにさ、地図を開きたいのに、ね、この時に限っても邪魔なんだよな、邪魔テラスなんだよな、本当にこういうところなんかズズズズズズズ、私長谷川マリコ、あここら辺か、あーなんかそれっぽいところに来たけど、うわあもうクラゲっちゅうがいっぱいいるっちゅう、こいつらちょっかいかけたら怒ってくるんだもんな、ふいーでもかけるもんね、ふいーで、あれ端っこ来ちゃったこれ、うーん違うよねここね、スイレン、チャチャラチャチャラチャ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 ラチャ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 ラチャチャ、むちゃくちゃな、全然音楽合ってないですよ、ここ行きたかった、ここなのか、オープンセサミー、ここなんていうところかな、私に正解をください、お願いします、串刺しの地下、地下墓なのかな、地下棒なのかな、どっちなんだろうね、まあなんでもいいや、じゃあ行くか、てだってれってれってれ、今回はダイナミックに行きましょう、でもお墓ってことはさ、お墓お前嫌い、ほんと嫌い、落ちてけ、終わった、あ終わったね、もうこいつらね、どこに張り付いていくかがわかんないからさ、もういろんなところ行ってな、何飲んじゃうの、ねえよ、まあ、でもそうなるんだったら、なんかむしろもうダイナミックにさ、走っていった方がいいのかもしれないね、もう無視して、あれ、あ、違う、元気に死んでおります、元気なのか死んでるのかよくわかんないから、降りてきたね、張り付いてるね、スイッ、あ、無理、うれ、ギュッと、丸いっちょー、よけやがった、あ、出血、大サービスされてる、大サービス、あぶれ、うーすい、あべ、お前、この野調子乗ってダメだって、あれ、ああ、おまちゃんに乗ろうとした、ああ、毒いらないんだよな、毒いらないのに毒キノコを食べようとして毒ってる、こっちもまたどうせいるんだろ、あいたね、ほい、残念でした、こいつは一撃でやっつけられないのめんどくさいな、束になってかかってやったな、え、ただの入り口、行き止まり、マジか、ちょっと待ってね、邪魔だから装備からこいつを外す、シャイフォー、タタ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 、みんなが好きな音楽とかさ、なんだろうな、ルパン三世とかめっちゃテンション上がるんですよ、で、ウェイガッツリバウンディーハウントを始まってる、いいのかこれ、これでオープニング、えちょっとここは行くところあるのか、今ですよね、行ってとか、よく生きてたな、そういうことか、これあれだ、だからあれだ、こう言って、でその下をくぐっていくのかですよね、これ下降りるってことだな、 OK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 、 でも下に来たことによって上から降ってくるとかってないよね、大丈夫だよね、そこまでだったらさすがに鬼畜すぎんだろって話なんだけど、うわーいっぱいいてらっしゃる、はい、抱っこはもう3センチまでで結構です、いっぱいいる。あ、でもこいつらあれなんだな。ああ、これあれか、なんかさ、全員で美味しく開かれてるやつ。あれ、なんか復活してる。なんで頭抱えてんだよ。俺が抱えてえわ。毎日仕事漬けでさ、もうストレスここで話すしかねえんだよ。ハラスメント、ストレスハラスメント。助けてくれー。え、またこれ無限ワッキーなんじゃない、もしかして。無限ワッキーはちょっとクワッキーで、助けてっち、無理っち。わあ、なんか広いな。と思ったらこっちがあれだった。よいしょ、オッケー。なんかよくわかんないけど、お金稼げてるのかどうかわかんないな。で、走って、あっちもいっぱいいる。
お前らクロールの方向分かってんのか、なんで真上にクロールするんだ、おかしいだろうが、そこ横向きだろって登っていきます。ズッ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 、ジャンボーリミッキー行こう。さーって、あ、レバーを引い、誰もいないんだ、珍しい。じゃレバー引くか。レバーチャーンドゥン。で、どこかで重たい。私は軽いです、体重を軽くしてこっから飛び降り、さあ行くか。どうせボスだろ、うん、分かってたさ。行くぜスケルトン。さあどんなボスが眠っているのかな。超感獣、感獣の感獣の番犬。あ、お前、あ、ちょ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 、待て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 、ザコがいる、ザコがいる。どうしよう、ザコ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 、おわー、ちょっとザコを厳しすぎて終わった。はあ、やっちまったな。ザコ敵がいんのか、それはちょっと聞いてないとか、ややこしいな。しまったな、まあ、ここまでぶっ飛ばしていくしかないな。やっちまったな。じゃあ行くか。てっ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 てまとめてお亡くなりになりなさい。せい。よしよしよし。ちょっと俺はザッポやる。おる。よいしょ。でその間に民兵燃える、燃えないで燃えないで燃えないで。あちゃ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 。ついせい。オッケー。みまとめて。あいてててててやばい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 。味方がお亡くな、またいいのかよザッポ。あ、ザコ無限復活？オッケー、オッケーじゃない。なんと敵のことを褒めている。痛い。こいつやっぱ嫌いだわ。だが味方を手に入れた俺に負けることなどないのだ。あ、負けたけどな。アジンダンの位牌。どっちの方がいいんだろうな。なんか宝物ない？ないか。よし。あ、いっぱいある。よし、じゃあ戻るか。あらかたボスを倒せたので大丈夫かな。じゃあ一旦次のボスというか、あのね、門の城のところでね、やり残してることがあるから、一旦モンチッチまでカットするか。よし、じゃあ一旦カッティングプロフェッサー、みんな覚えてっかな、あれですよ。なんかさ、この島に入った直後に女の子がいて、あーそっか、その子と喋ったシーン、みんなあれか、僕映してないもんね。なんかすげえ僕っていう言葉に今ゾクッとしてしまったわ。そうで、またお城に戻ってきてて、何がしたいかっつうと、何がしたいんだろうね。バレないようにじわっとじわっと、ただな、その痩せ細ったオオカミ、あいつらがさ、すげえ盛り上がってんのはいいんだけどさ、うおー、みなぎってるところ悪いんだけど、逃げる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 、ごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさい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 、おおー、なんかずっしょ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 言ってる、ずっちょずっちょ言ってる、あそこがくちゅくちゅ、逃げる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 、そう。で、このお城の、なんか、獅子のなんちゃらみたいなぶちのめしたじゃないですか、あいつを倒した後にここのお城の城主さんと喋らなきゃいけないらしいんですけど、そいつやってなかった。おおおお、なんか かわいそうなやり方をしちゃったな。あいつもみなぎってる、みなぎってきた、バレてるところ、申し訳ないんですけど、おやすみなさーい。よいしょと、落ちてったけどいいのか、あいつは。で、ここら辺からなんか飛び降りて、城主さんと会わなきゃ、ああ、これか。いいのかよ、そんなやり方で。そう。
上主さん、言えない、上主さんと会わなきゃいけないんですけど、その上主さんが、みな、え、なんかすげえ戦ってない誰かと。え、どういうこと、あー、こいつら敵同士なんだ。やり合っといてもらおう。すでに死んでるし。どうしよう、俺どっちの味方しよう。ほいほい、よいしょ、オッケー。ちょっと、おー、飛んでる。お前、飛ぶんじゃないよ。わー、どっちも、わー、醜い争い。ほいしょと。まあ、どうせ送るならね、漆黒。さあ、こっちに行って、ズッ。で、ここを登っていくのはいいんだけど、ほい、あー、壊せんだ。で、あ、いた。上主。素材を、あー、くすぶり帳ね。あぶってるぜ。お父さん、エドがゴドリック様からこの城を預かっていたが、お城っていうか、なんかもう、砦みたいな感じよね、なんか確かに。目が大丈夫？放棄したのだ。まあよかった。放棄でよかったね。勃起じゃなくてね。いいのか、これは言って。あー。心まで汚れているのだろう。それは私の心とも同じでございますね。貴子には誠に何用があったにせよ、もうじゃ、ああ、まあそうだよね。まあそういうこともあるよね。そう。なんかくれた。ありがとう。犠牲の細枝。あ、イレーナ。ああ、そう。そこ、イレーナ。で、娘が世話になった。え、離れられない。この城、落ち主将、首相、え、部活もう、あの件、汚れで。でもあの剣を、はい、委ねられないと。でも、あれ先に、あー、なんか、あの、いろいろと勝手に物語が進んでってるの。これで私の役目は、イリーナを迎えに、これから娘のためにしと。で、娘迎えに行く。イリーナやせず、おかしな輩に付け入れられてないというのだが。じゃあ、これでイリーナちゃんのところに戻ってったら、ありがとうって言って、私のことお嫁にもらってって、チュッチュッって、ね、あのようやくお色気シーンをこう見受けられるかもしれないというところなんですけど、ただとは言いながらさ、あそこでみなぎってきた連中がまだまだいるから無理なんじゃねっていうオチなんだけど、よいしょ、せい、じゃあさよなら。ちょっと私、無駄な争いはしたくないでございます。逃げる。えい、残念でした。こっちまで来れねえだろ。あ、すげえ。さすがに無理なんだ。無理だ、ポーンとか言いながらさ、さすがに無理だったね。いや、てっきり来るもんだと思ってたけど、ほら、だってもうこいつらの世界さ、もうなんかいろいろと関係ねえじゃん。で、祝福で休みつつとね、時間を潰して夜にしましょう。夜にすることによってやつが現れる。そう、ライトね、すすり泣き半島で一応まだ倒してないボスっちが一匹いるっちみたいだったっちだから、行かなきゃいけないんだけど、ここでまだ、あ、無理だよね。あ、ない、タタッタッタタピョンピョンピョン。このバンペイゴーレムちゃんはあれなんだよね、一回ぶちのめせばオッケーキングムッキムキっていうところっすけね。もうこういうね、くだらない言葉。そうで、なんかね、最近さ、ショート動画とかもさ、こうさ、あの、その日にあげる本編に合わせてさ、動画とかやったりしてんじゃん。あれね、だいぶね、評価低い評価低すぎて泣きそうなんだよね。うん、だから、まあでもショート動画はさ、1分で判断ができるからさ、あれなんだけどさ、そもそもあれなんだよね、評価されないことの方が問題らしいから、まあバッドエンドを迎えたとしても、結局はエンディングを迎えられるだけマシッチョマシッチョ、オーマガペケペケ、ニンニクマシッチョ。ボスが、どっかにいるはずなんだけど、どこなんだろう。夜にね、いるっていうのが、違うな。あ、こっちだってのか。そう、夜どっかに、城壁かなんか行ったあたりくらいに、いるとお聞きしているんだが、どこだろう。ほい。ここだ。ここじゃないのか。どこだろう。そう、なんかね、一匹だけいるらしいんですよ。しょい。とりあえず、無駄な殺生はしたくないから、もうゴリッゴリにしてたけどね、今な。この辺か？違うな。
あれはお城だもんね。どっかいるかな。この辺か。わーお。落ちちまった。おお、なんか来た。死の鳥。不死鳥の騎士団パート2みたいな。どこ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 。あ、いたわ。なんだこの気持ち悪いやつ。うわー、しかも透かしてるし、いって。鳥じゃねえじゃん、もはや。お前、どうやって飛んでんだよ。おりゃ。あー、透かした。おりゃ。なんにしてんの、何してんの。死の鳥？なんかもう、ハリーポッターの世界みたいな感じだな。ボルデモートの50年後ごーいって。あれ？ストップシーズンインザサー。ちょ、待って、おかしい。ふいっと。はい、てお前よく見やりやがったな。ほら、よいしょ、せい、よし。おー、なんか座れてる。なんか座れた。やばい、死ぬ。やばい、回復。おー、よかった、ギリギリっちょ。どこ行った。おー、飛んでる。で、お前らは逃げなくていいのか。鳥じゃなくて羊たちよ。ほい、よいしょっと。あー、飛ぶな。すん、背中の恥は剣士の恥。違う、背中の恥は、じゃあもう日本語になってないよ。背中の傷だよ。ひまわりがいっぱい咲いてるんだな。ひまわり、小さな甘い太陽。あと逃げき。せい、よし、オッケー。はっはっはっは。お前は何を私に献上するのだす。あ、びっくりした。生贄の斧。もう首差し出してチョンパするやつじゃねえかよ。そういうことか。スーン。オッケー。ボスラッシュ。ちあ、いけない。じゃあ、イレーナのところかな。でも、悩むな。イレーナちゃんを取るか、メレナちゃんを取るかって悩むところだよね。あれ、メレナだっけ、メリナだっけ。もうなんか分かんなくなってきたね。さあ、じゃあ戻る。戻っぺ。パカラッパカパッパカだったか、パッチキテッペキテ。ちなみにこいつと、ちょっと待ってね、ほい。こいつからなんか買うあれはなんか、また飽きないか？またですよ、また飽きないですよ。特にないね。HP の最大値を上昇させる。まあ、もう今更あれだもんね、回復させるあれがあれば大丈夫か。あれ、うるせえな、俺。よし、チェックアップから、あれ？来ない。よし。戻っていって、じゃあ戻って、お嬢さんとおしゃべりして結婚のちぎりを交わすことができたら一旦そこで終了とさせていただきましょうかね。そこまで行けば十分でしょうよ。わー、なんかいっぱいいる。終わり。そうだ、待ち受けてるやついたな、そういえば。こいつぶちのめして、うわー、なんかいっぱいいる。めんどくせえけどこいつら。逃げる。うおー、みなぎってる。エナジードリンク1ダース飲み切った男たちの。ほいっと。あれ？なになに？おー、ちょっと待って。メレナちゃん、イリーナちゃんがいなくなってる上にさ。なんかすごい戦ってるんだけど。どういうこと？音楽が激しい。シングル？嘘？は？この剣にずそして踏んでる俺。絶望。イレナ。霊長って。なんでそんな残酷なことが。おめえのせいだよ。ゴリゴリにお前のせいだ。首相太郎、これがその報い。ちょっと待って、見つけ出してやる。お前をこんな目に畜生ども、きっと寝たし、イリーナきっとそうしてやると思う。まさかのそんな絶望的な、じゃあお父さん同じ場所に送ってあげようかって、そんな鬼畜なことはできないだか。はあ、そういうオチが待ってるとちょっと思いもしなかっただすね。うわあ、残酷。ゲーム自体がとか、一生 HP 減り続けるんだけど。
え、俺今誰かと戦ってる？なわけねえよな。よいしょ、ピー。あれ、ここの祝福って開けたっけ？開けた記憶がない。ですよねー。オッケー、じゃあ全然オッケーじゃないんだけど、一旦この辺りで終了とさせていただきます。ちょっとまさかの最後にこんな残酷な結末が待ってると思ってなかったんですけど、一旦ね終わりにして次回パートに移っていきたいと思います。まあだいたいやり終えることができたので、なんだっけ、あそこに戻っていこうかなと思います。お城ね、やっと本編進めるよ。よし、ではまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。